語は、関西の一つ。語は、中華圏の代表的な西の一つで、2007年の統計によると、中華人民共和国で9番目に多い西であった。北方語では、うぅ、貧乏語では、語、または、語、関東語では、のようにかな表記されることが多い。発音が近い、ぶ、語などと区別するために、口に、天のくれと呼ぶことが多い。語は、 朝鮮人の姓の一つである。文献には210本の本願が伝わる。改修語子法上語子同福語子の3本が語子人口の90%以上を占める。語はベトナムの姓の一つ。語は日本の姓氏族の一つ。木とも表記されることがあった。語子の由来について、政治家系大辞典の説明によると、飛鳥時代から、 奈良時代後期の日本は多くの場合中国の南朝と交流していた。その南朝の支配地域が三国暮れの土地だったため、暮れの音に当てて暮れの字を使用したとされる。そして中国から日本に移住してきた氏族であること、その移住者が住んでいたことから生じた地名を死としたこと、中国に使者として赴いたことなどの理由から暮れという死が始まったとされる。コマサルは暮れを 死の名とする氏族、トライ系氏族である。ハリマ国風同期、イボ軍大谷城に、大田と称するゆえんは、昔、ごまさる韓国より渡り来たり、初めて、木の国名ぐさ軍大田村にいたり、その後、別れ来て、移りて、摂津国三島神軍大田村に占理来る。これ本の木の国なる大田をもって、名となすなりとあり、木の国、摂津国、 ハリマ国に生を勝ちとする五子が住んでいたことが記されている。クレコはクレを死の名とする子族。この子族については、新先生四六の山城国、神別に天はいいの十三世孫、雷大臣命の後なりと収録されている。雷大臣命は中富のいかつのことであり、この五子は中富の死の一族であると言える。吉子族の五子はクレを 死の名とする氏族、検討士を務めた、騎士長短から始まる五氏である。日本書紀白地五年七月上に、再開し騎士長短党、くだら、白木の宗師と共に、畜新に白す。この月、再開し党が、当国の天使に包帯して、多くの文書、宝物を得たるを褒美して、小山上体し、騎士長短に小花かをもってして、風に百個をたまい、生をたまいて、 ごしとなすと記されている。クダラとライ人のごしは、呉れを、死の名とする氏族クダラから来た、トライ系氏族である。この氏族については、新先生氏ろの、未定雑生、仏教に、ごし、クダラ黒人特立呉木き側の後と言えり、見えずと収録されている。トライ系氏族と思われるごしである。この氏族の人物として、奈良時代の伊豆塚。 五し子こあきが挙げられる。五し子こあきの名前は、俗に本期、養老五年正月期に、十五位したごしくこあきら、人期元年五月期に、十五位したごしくこあきに姓を、三立ち連と止まうと記述されている。正式家系大辞典では、五しの、くれは、国名を指し、死は、宿ではないかと推測している。焦燥委文書、天平二十年四月二十五日の社書書げ猿願い。 出家人事などに、右京六条三宝の人、クレキン万両の名前がある。また、千回文集に、クレコインという名が見える。クレウラの開発漁師は、五氏であった。ありがとうございます。